スタートしましたまず2コーナーへ向かいますコースタート2番のカリオストロカリオストロ出ていきますが内から1番カフェサンドリオンも負けじと行きました1枠2頭抜けてあとは2馬審査外からハーモニーマゼラン3番手あとはソウルトレインです内に3番マイネルグリッドで2コーナーを迎えますあとは2馬審査12番のアブソルティスも追走して向こう上面ですその後は2番審査中断固まって ペールエールが行って高速スピード、うちに4番のフルートフルデイズ向こう上面から3コーナーへ向かいます縦長になってきました、あとは14番のシーズンズリフト中段の後ろです、その外に9番オーロラフラッシュ各馬3コーナーへ向かいます、あとは2馬審査ウィングレイテスト後方に構えています11番のルフトシュトロームです、残り 800m 通過、これから3コーナーあとは2馬審査後方3頭はグレートホーン、うちには6番ソングオブザハート1頭遅れて最後方13番、シャチ第3コーチー。 カーブ残り 600m を通過しました。先頭は2番のカリオストロ34コーナー中間です。あとはカフェサンドリオン外を回って10番ハーモニーマズラン3。頭並ぶようにして4。コーナーへその外に7番のソウルトレイン接近残り400メートルを通過第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。おお外を回っていますのが、16番ウィングレイテスト。さあ、直線コースに向いて、今度は先頭10番のハーモニーマズランかそして間からはソウルトレイン。そして14番のシーズンズギフトを追い込んでくる。大外からはルフトストローム。さらには16番のウィングレイテスト。 さあ間から懸命に11番のルフト・シュトロームかルフト・シュトロームルフト・シュトロームだゴールインルフト・シュトローム3連勝シーズンズギフトが2番手か外は16番のウィングレイステストこちらが3番手か。